おはようございます。おはようございます。今回は、ササン朝ペルシャの物語を見ていくぜ。前回までの動画を見ていなかったら、ぜひ見ていってね。さて、前回はホスロー一世の内政を見ていったな。内政だけで終わってしまったわよ。まあまあ、ササン朝ペルシャを立て直すために必要なイベントばっかりだぜ。それとも、ホスロー一世をバカにするのか。そんなこと一言も言っていないわよ。ということで、今回はそんなホスロー一世の時代に起きた戦いにフォーカスして見ていこうと思うぜ。あれだけ内政を進める余裕があったのに、外側との戦いがあったのかしら。ああ、ササン朝ペルシャに平和なんて訪れないんだぜ。まあ、どこもずっと平和なんてありえないわね。じゃあ、早速見ていくぜ。よろしく。さて、ホスロー一世の時代における戦いを見ていくが、前回見た中で関係あることだけ確認しようぜ。父、カワード一世の時代に、イベリア反乱を発端とした戦争が行われていたな。イベリア戦争って言っていたやつね。代理戦争という形で参戦した東ローマ帝国とササン朝ペルシャだが、結局は直接ぶつかることになったのだな。東ローマ帝国の皇帝は、ユスティニアヌス一世。東ローマ帝国の歴史において、1位、2位を争うグレートエンペラーだな。531年に父、カワード一世が亡くなったことにより、新たにペルシャ王になったホスロー一世は休戦をすることにした。532年、ユスティニアヌス一世とホスロー一世は永久平和条約を締結。これによってお互い戦線から引くことで終わったのだな。永久平和って言っているから、これから戦争しないでよね。ちなみに、その永久平和を破ったのはホスロー一世なんだよな。え？東ローマ帝国との戦いが終わると、ユスティニアヌス一世は旧、ローマ帝国の領土を回復しようとした。こうして将軍、ベリサリウスやナルセスの活躍により、アフリカやイタリアの領土を回復することに成功したのだな。東ローマ帝国の勢力拡大を見たホスロー一世は、隣やべえ、と危機を感じた。東ローマ帝国の勢いを抑えたいホスロー一世は、なんとか戦いを起こすための理由を見つけたかったが見つからなかった。そこで利用したのが、お互いが従属させていたアラビア半島の国家だぜ。アラビア半島北部には、東ローマ帝国の従属国であるガッサーン、ササン朝ペルシャの従属国であるラフム朝が存在していた。ホスロー一世は、ラフム朝の王に、東ローマ帝国との戦争を起こさせるきっかけ作り、なんかして、と頼んだのだな。それを聞いたラフム朝の王は、隣にあるガッサーンを煽り、土地をめぐって戦争を開始。ガッサーンはラフム朝から領土や戦利品を獲得していったのだな。それを見たホスロー一世は、あ、ユスティニアヌスさん、これどうしてくれるんですか、と怒ったのだな。戦争を起こしたくなかったユスティニアヌス一世は、使者を送って交渉したがホスロー一世は戦争する気満々なので却下。こうしてホスロー一世は、永久平和を破って東ローマ帝国との戦いを開始するぜ。540年、ホスロー一世は、東ローマ帝国のシリアに進軍。要塞化されていた都市、ゼノビアに到着して包囲戦を展開した。ゼノビアって、あのゼノビアよね。そう、パルミラ帝国を作ったゼノビアにちなんで付けられた名前だな。ゼノビアの包囲戦は失敗に終わり、代わりにスーラという都市を占領することに成功。そこからシリアの要所、アンティオキアを包囲した。戦う意志のなかったユスティニアヌス一世は、金やるから帰ってくれ、ということで交渉をした。いや、これじゃ足りねえな。となったホスロー一世は拒否し、アンティオキアを攻めて焼いてしまったぜ。しゃあねえ、となったユスティニアヌス一世は、さらに高額な金を渡すことを約束して、ホスロー一世はそれを受け入れたぜ。ボッコボコね。こうしてホスロー一世による東ローマ帝国の攻撃は終了した。
と思いきや、別の場所でトラブルが発生した。それが、コーカサス地方にあるラジカ王国だな。イベリア戦争後、ユスティニアヌス1世はラジカ王国の支配をする将軍としてヨハネスを置いた。そのヨハネスだが、ラジカにおける貿易を独占したのだな。こうして他の場所から低価格で入手したものを、ラジカに高額で売るという暴挙に出たぜ。これによりラジカ王国の不満は高まり、ペルシャのホスロー1世に不満をぶつけたぜ。これを受けたホスロー1世は、ラジカ王国に進軍し、ヨハネス率いる東ローマ軍を倒すことに成功。ヨハネスは殺害され、ペルシャ軍の駐屯地が設営されていったのであった。そこからもベリサリウスが西ビスを包囲して退却したり、アルメニアで少数のペルシャ軍が大軍の東ローマ軍を破ったりとペルシャ側は言い流れだった。こうして勢いができたことにより、ホスロー1世はさらなる攻撃をすることにしたぜ。544年、ホスロー1世は、東ローマ帝国東部の要塞、エデッサを包囲することに成功。しかし、お互いいい結果にならなかったため、翌年には5年間休戦条約が結ばれることになった。ようやく落ち着くわね。いや、まだ終わらないぜ。戦いの発端となったラジカ王国だが、ペルシャ軍が東ローマ軍を追い出すことに成功すると、ホスロー1世はペルシャによる支配を試みたのだな。そもそもペルシャのゾロアスター教と衝突していたラジカ王国は相性として良くなかったが、東ローマ帝国との貿易も阻止されてしまった。これによりラジカ王国はペルシャ支配から脱したくなり、結局東ローマ帝国に救援を依頼したのだな。ラジカ王国からの要望を受けたユスティニアヌス1世は、8000人の援軍を派遣。ラジカ軍と合流した東ローマの援軍は、ペルシャ軍がいるペトラ要塞を包囲したのだな。しかし、ペルシャ軍の援軍が到着したことでラジカ軍は倒されてしまった。550年、再び東ローマ軍はペトラ要塞を包囲し、今回は陥落させることに成功。ここからもペルシャ軍は巧みに立ち回って東ローマ軍と戦い続けていったぜ。しばらくバチバチやっていた両国だが、ここで東ローマ、ラジカ王国側でトラブルが発生。ラジカ王と東ローマ将軍は戦いの結果について揉め始め、ラジカ王はユスティニアヌス1世に東ローマ将軍たちに対する不満をぶつけた。なんやねん、こいつ、となった東ローマ将軍たちはラジカ王を殺害したぜ。これにより、ラジカ軍は東ローマ軍に参加しなくなるのだな。ここで仲間割れ。555年、東ローマ軍はラジカにあるペルシャの砦を包囲したのだが、3000人のペルシャ騎兵に大敗。さらに、ラジカ王の弟がユスティニアヌス1世に兄の殺害を報告し、殺害に関わった東ローマ将軍は処刑されたぜ。こうして東ローマとラジカ王国はごちゃごちゃしだしたが、それにもかかわらずそこからペルシャ軍を倒していきラジカ王国から追い出すことに成功。557年、東ローマ帝国とササン朝ペルシャは一度停戦することになり、ホスロー1世は、ラジカ王国はもういいか、という感じになったのだな。562年、東ローマ帝国とササン朝ペルシャは50年の平和条約を締結。お互いに新たな要塞建設はせず、国境における強化をしないことを約束。スパイ防止のため、貿易も限られた場所だけで行うことになった。こうしてようやく東ローマ帝国との戦いは終了することになったぜ。まあ、これはユスティニアヌス1世の時代に限った話だがな。確か次は、ユスティヌス2世ね。お察しってことだ。ということで、東ローマ帝国との休戦が決まったことで西側の安全は確保できた。西側が落ち着くと、ホスロー1世は東側に顔を向けることができたのだな。エフタルコエナー、となっていたホスロー1世は、誰か協力者がいないか探し始めた。お、向こうに何かあるやん、ということで、ホスロー1世はエフタルより東にあった突厥を頼ることにしたぜ。
こうして同盟を結んだササン朝ペルシャと突厥によるエフタルサンドイッチ作戦が始まったぜ。557年、ソグディアナのブハラにて、ササン朝突厥とエフタルによるバトルが行われた。挟み撃ちに対応できなかったエフタルは、北から南から東から西から押しつぶされていき、バクトリアに撤退。勝利した突厥とササン朝ペルシャは、オクソスを国境としてエフタルの領土を奪い取っていったぜ。さよならエフタル。こうして共通の敵がいなくなると、今度はシルクロードを支配したいと考えた突厥とササン朝ペルシャの関係は悪化していく。突厥は東ローマ帝国と同盟を結んでササン朝ペルシャを攻撃する話を進めていたそうだが、これは実現されなかったぜ。そんなこんな関係で言えば、良いとは言えないがエフタルは終了した。こうして東と西の戦いをしていったホスロー一世だが、一方でアラビア半島においてトラブルがあったそうだ。イベリア戦争で東ローマ帝国とササン朝ペルシャが代理戦争をしている時、ヒムヤル王国がアクスム王国に倒された話をしたな。アクスム王国がヒムヤル王国を倒すと、ヒムヤル王国を倒した軍司令官、アブラハがそこで独立を宣言。アブラハはヒムヤル王国の継承者を自称し、アクスム王はアブラハを倒そうとしたのだが失敗してしまったので、アブラハを認めたのだな。その後、アブラハが亡くなって息子が継承すると、息子はアクスム王国に従うという意味で功能を開始。これを知った兄弟は反乱を起こし、東ローマ帝国に支援を求めたがユスティニアヌス一世は拒否した。そして、代わりにホスロー一世に支援を求めてきたのだな。つまり、アクスム王国の争いの中で、反乱軍側からホスロー一世に助けが求められたのね。この要請を受けたホスロー一世は、将軍、ワフレズをイエメンに派遣。イエメンのハトラマウトに上陸したワフレズは、アブラハの息子を倒すことに成功した。イエメンを制圧したワフレズは戦利品を獲得してペルシャに戻っていったぜ。そして578年に再びワフレズはイエメンに上陸し、アクスム王国の人々を追放してペルシャの支配を確立することに成功。ここからイエメンはイスラームが来るまで、ササン朝ペルシャの支配下になるのだな。基本的にペルシャ関係は、イスラームに全て持っていかれるわね。さて、ホスロー一世の時代の戦いの最後は、やっぱり東ローマ帝国だぜ。きっかけはササン朝ペルシャとアルメニアの衝突だと言われている。ササン朝支配下のアルメニアだが、アルメニア貴族のマミコニアン家と新ペルシャ人の勢力で対立していたのだな。当時、アルメニアの統治をしていたシホールという人は、ホスロー一世の親戚であった。高い地位を享受できていたシホールは、キリスト教のアルメニア人を迫害し、ゾロアスター教の寺院を建設していったのだな。これによってアルメニア人は反乱を起こし、マミコニアン家のバルダン三世主導のもと、ペルシャ軍を倒して首都を確保。このペルシャに対するアルメニア反乱を見ていたのが、東ローマ皇帝のユスティヌス二世だぜ。ユスティニアヌス一世が行ったたくさんの戦争によって積もった借金を抱えて受け継いだユスティヌス二世は、財政再建中だった。そんな中、ペルシャに毎年金の支払いをしていたのも嫌になったユスティヌス2世は、アルメニアの反乱に乗っかった支払い停止を宣言。ペルシャとの戦争をすることにしたぜ。アルメニア反乱に加えて東ローマ帝国と戦うのを避けたかったホスロー1世は、ユスティヌス2世に使者を送って説得を試みた。しかし、ユスティヌス2世は交渉を拒否し、アルメニア反乱を助けるという口実でペルシャに攻めていったぜ。573年、東ローマ軍はメソポタミアに侵攻し、西ビスにあったペルシャ要塞を包囲した。しかし、東ローマ軍は将軍たちが喧嘩をしたことによりペルシャ軍に防衛強化をする余裕を与えてしまったそうだ。こうしてグダグダしているうちに後方から援軍がやってきてしまい、東ローマ軍は包囲を解除して撤退していったぜ。このグダグダを見たホスロー一世は、これはチャンスや、と思い、ダラにある東ローマ要塞を包囲した。4ヶ月の包囲戦によりダラの要塞は陥落し、
ペルシャ軍によって占領されてしまったのだな。こうした敗北の連続により、ユスティヌス2世は精神異常を起こしてしまった。出ましたな。ユスティヌス2世が精神異常を起こすと、ユスティヌス2世の妻は、ユスティヌス2世の友人であり将軍であったティベリウス2世と共に支配を続けた。574年、東ローマ帝国は、5年間の休戦状態の代わりに金を支払うことにした。だが、これはメソポタミアだけの約束であり、他の地域では引き続き戦争が続いていったぜ。コーカサス地方で優位に立っていた東ローマ帝国は、引き続きアルバニアなどを襲撃して人質を確保。一方、ホスロー1世は東ローマ領のアナトリアに侵攻していったのだが、敗北続きで撤退してしまった。やべえ、となったホスロー1世は、東ローマ帝国には和平交渉をしたのだが、アルメニアでペルシャ将軍が東ローマ軍に勝利してノリノリだったため継続。578年、メソポタミアにおける休戦条約が終了し、再びメソポタミアでは戦争が始まった。東ローマ帝国の東部最高司令官になったマウリキウスの活躍により、メソポタミアにあるシンガラなどの要塞が陥落。やべえ、となったホスロー1世は、再び和平交渉をしようとしたがその前に病死した。え？ということで、ホスロー1世の時代における戦いのお話だったぜ。ちょっと。なんだ？また途中で終わったの。ああ、カワード1世もホスロー1世も東ローマ帝国との戦いの途中で病没してしまったんだぜ。しかも、カワード1世の時とは違って、ホスロー1世の死後も結構長く続くことになる。カワード1世が亡くなった後、ホスロー1世がすぐに平和条約を結んだから戦いは終わったけれど、今回は違うんだぜ。東ローマ帝国もササン朝ペルシャも、そんな簡単には落ちる帝国じゃないってことだ。大国同士の戦いは長く続く。ということで、ホスロー1世の時代は完全に終わり。次回はこの戦いの続きからだな。もう6世紀も終盤。このチャンネルでは、偉人、ローマ帝国、東ローマ帝国、イスラム帝国などの物語を見ていく動画を上げているぜ。よかったらそちらの動画も見ていってね。チャンネル登録やコメント、高評価もよかったらしていただけると嬉しいです。それじゃあ、また別の動画で会いましょう。